すべての準備は整いました。ご苦労だったね。この螺旋に組まれた蜘蛛の巣は確実に彼女の心を捉えることができる。あとは彼女が真実を手に入れるため、望んでその糸を自らの体に巻きつけるでしょう。人とはなぜ常に探し求めようとするのだろうね。意識は無限の可能性を秘めているもの。探し追い求めればいずれ神なる存在と一体となれると、そう錯覚しているのでしょう。僕らにできることは限られている。だからこそ僕らにふさわしい世界が必要なんだ。それをなせるのは他ならぬ僕ら自身。夢、未来、可能性、儚い幻想を断ち切るために彼女は誕生した。全ては定められた流れのままに。